最近さ、巷では、馬娘、って流行ってるらしいじゃない。ようやく用務の時代が来たなって感じるわ。馬娘とあんたは全く関係がないじゃない。大馬さんが好きな用務と、史実を元に作られた馬娘のストーリー。競馬を愛する者として、いや、ホースウーマンとして愛通じるものを感じるわ。け、外れ馬剣士が何言ってやがる。外れ馬剣と競馬好きは関係ないじゃない。そういえば、競馬うんちくをたまに語ってたけど、毎年の有馬記念は外しまくってるもんね。競馬はそんなに簡単なものじゃないよ。2年前の有馬記念なんか最強品バーモンドアイで外したんだから、その難しさがわかるでしょ。お前が買うから外れたんじゃねえのか、アーモンドアイ、かわいそうに。そんなことあるわけないじゃん。むきー。まあまあ。確かに今、すごい人気だもんね。あの例の生き物解説者も特集してるくらいだし。ゴルシ特集とかやってたね。でも、ヨウムがやるならお父ちゃんのステイゴールドかな。なんで？あんな面白いお馬さんはなかなかいないし、子供たちもその気を受け継いでいるので、これまた面白い。ゴールドシップもそうだけど、ステイゴールド一族はみんなやんちゃで気性が荒い。ステイゴールド3区に生涯レースの絶対王者って言われてる、お重長さん、ってお馬さんがいるんだけど、その厩務員さんが取材で。好物、食べ物の好みは特にないね。好物は人を噛むことでしょうね。好きあらば噛んでくるので、って言ってたのが印象的ね。それは馬なのか、それって好物なの。それにほら、こんな感じでリクエストも来てることだし、ヨウムメインでガチ解説とかいいんじゃないの。いや、それだと競馬を知らない層は全く楽しめないでしょ。楽しいのはお前だけだもんな。馬娘やるなら競走馬の歴史を知るともっと楽しいと思うよ。じゃあ、お前が解説するならどんな馬を解説したいんだ。そうね、どんな馬を解説するかによって内容に違いが出そうだもんね。ヨウムが解説したいお馬さんは2頭いるんだよね。なんて名前の馬なの。サイレンス鈴鹿と北斗ベガ。サイレンス鈴鹿は聞いたことあるぞ。でも、解説したくないのもこの2頭なんだよ。どういうことよ、解説したいのに解説したくないって。競馬ファンはわかると思うけど、この2頭は悲運の馬さんなの。なので、昔からの競馬ファンからすれば軽い解説とかやめてほしいと思うんだよね。思い入れがすごいってこと。それ昔さ、知り合いがサイレンス鈴鹿の話をしてたのよ。ヨウムはその話をずっと聞いてたんだけどさ、その人が話しながら泣いてるわけよ。鈴鹿の子が走るのを見たかったって。もう友達以上だな。まあ、ヨウムも思い入れが強くてざっくりとしか話せないんだけどね。ざっくりは話せるんだ。じゃあ、ちょっとだけ聞かせてよ。サイレンス鈴鹿は府中の魔物とダンスを踊り、砂の女王北斗ベガはドバイの砂に散るの。あ、もうダメ。語るだけで涙が。おいおいおい、それだけで、身内かよ。こんにちは霊夢です。こんにちは魔理沙です。こんにちはヨウムです。今回も文句なしの可愛さだな。本当ね、これで大馬さんの話で盛り上がれるならもっと最高。今回の話は競走馬じゃないわよ。なんで、オープニングであれだけ熱く語ったじゃん。いや、熱く語ったのはお前だけだぞ。解説ってそういうもんじゃないの。他のゆっくり動画見たらさ、一人がずっと話してて、もう一人が相槌打ってるんだよ。なのでヨウムがずっと話すとき、二人はうなずきながら時々へーとかはーとかほーとか言ってればいいよ。それで俺が目立たねえじゃんよ。何言ってんの、主役はヨウムで二人はアシスタント、目立つ必要は一切なしね。ふざけんなよこの野郎。まあまあ、でも競走馬じゃないから。へ、そうだぞヨウムくん、主役は私以外にありえないんですよ。いや、主役よくキャラ的存在。ガンダムならシャア、バキなら花山薫、ジョジョならディオ様、進撃の巨人ならリヴァイあたりだろうぜ。バキは親父でもいいぞ。何言ってんだか、あんたはいつものようにコメンテーター、うちに主役とかないからつまんねえの。じゃあ、今回何やんのよ。前回に引き続き、お祭りの特集なんだけど、今回は日本のお祭りにスポットを当てて紹介しようと思うのね。日本か。たくさんありそうだな。そうね。日本全国でどれだけのお祭りが行われているのか、具体的な数字は出てないから何とも言えないんだけど、市民祭りみたいなイベントもあるし、相当数のお祭りがあると思うわ。まあ、お祭りの定義っていうものがないから線引きも難しいよね。出店が出てればお祭りでいいんじゃねえか。あ、それはわかりやすい。そういえば昔に出店特集とかやったね。お祭りといえば必須だからな。いや、それは大きなお祭りでも絶対出てるとは限らないよ。大体出てるだろ。じゃがバターが食べたい。とりあえず焼きそばが食べたい。そうですか。でも今回はちょっと変わってるなっていうお祭りを紹介しようと思ってんのよ。この日本でそんなに変わってるお祭りってあるのか。これがたくさんあるんだよ。今回も多すぎて全部は紹介できないけど、人気があれば続編も考えるわ。そこまで需要があるかな。まずはこれから。悪態祭り。なんだそれ。これは茨城県水戸市の飯綱神社のお祭りなんだけど、参加者みんなが悪態をつきながらお供え物を奪い合うという、なんとも変わったお祭りなんだよ。どういうこと。悪口の言い合いか。このお祭りは、天狗に扮した氏子がお供え物を祠に捧げるんだけど、それを参加者同士、悪態をつきながら奪い合うというもの。お供え物には無病息災、家内安全、五穀豊穣などのご利益があると言われていることから、参加者はみんな必死で奪い合うわけよ。悪態をつきながら、そこが理解できない。まあ、日本三大奇祭の一つとも言われているからね。いいなそれ。
霊夢のボケー、トロい喋り方すんな。もっと給料よこせよどけちが。個人名を出しての悪態はルール違反なんですが、てか、あんたの本心がよくわかったわ。最悪ね。要するに備え物バトルロワイヤルね。神官や天狗がお供え物を祠まで運ぶんだけど、その時からもうすでに参加者による悪態合戦が始まるの。どんな悪態ついてんのかな。俺も気になってた。大体こんな感じね。さっさと歩けよ、バカ野郎。給料上げろよ、バカ野郎。家事が面倒くさいぞ、バカ野郎。働きたくないぞ、バカ野郎。毒で無視すんなよ、バカ野郎。きっと、いい人が見つかりますよって言うなら、そのいい人紹介しろよ、バカ野郎。これは悪態なのか。これは心の声にバカ野郎ってつけただけのような。まあ、細かいことはいいの。日頃のストレス発散にはいいと思うよ。争奪戦が終わると持ち巻きが行われて、最後に、バカ野郎、三勝で締めくくるという、まあなんとも珍しいお祭りね。これ、ちょっと参加してみたいよな。どんな悪態ついてやろう。あんたなんでそんなに嬉しそうなの。生き生きとしすぎでしょ。笑い祭り。これは別名にお祭りとも言って、和歌山県は妙神社のお祭りになるよ。なんだこのド派手な格好は。このお祭りの最大の特徴は、派手な衣装を身にまとった翁が、白塗りの顔で朱色の、笑い、という文字を頬に書き町を練り歩くの。そして鈴を振りながら、笑え笑え、永楽者、よ和楽者、と、人々に笑顔を強要するというもの。それはお祭りなのか。イベントじゃないの。誰が一番可愛く笑えたか選手権。みたいな。誰が一番豪快に笑えたか選手権、じゃねえか。何勝手に選手権大会にすり替えてんのよ。ちゃんとしたお祭りです。なんで笑いを強要するのがお祭りなのか、よくわかんないもんだからさ。ここの神社が笑いの神様を祀ってるとか。笑いの神様って言ったら伝説の漫才師、横山やす師匠のことだな。やす師匠が神様なの。そうだぞ、こら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 、そんなわけないでしょ。なんだ、嘘じゃん。むむむ。これはね、妙神社の祭神であるにうつ姫の神が、出雲の神様の集まりに初めて出席することになったんだけど、寝坊をしちゃったのよ。めっちゃへこんでるにうつ姫の神を心配した村人たちが、笑え、笑え、と慰め勇気づけたことから始まった、とされてるわ。へぇ、神様でも寝坊とかするんだ。このお祭りは江戸時代からずっと続いてる伝統的なお祭りで、他にも太鼓の演舞や、登り上げ、スズメ踊り、獅子舞などが行われ、賑やかなお祭りは夕方まで続くんだよ。県の県無形民族芸能に指定されているお祭りで、世界的に有名な旅行ガイドブックのロンリープラネット社から、世界で最も幸せな場所、トップ10に選ばれ、世界的に有名になった場所でもあるわ。へぇ、それはすげぇな。こういったお祭りはいろんなしきたりとかあるから、行く前にはちゃんと下調べしてから行った方がいいわね。これは笑うだけだから、しきたりとか関係ないんじゃないの。霊夢は細かいことを言いすぎだぞ。これさ、笑いの翁が出てくる前に道案内役の鬼が出てくるんだけど、この時に見物客が道路にはみ出たりすると、翁や神輿が通れなくなるので容赦なく棒で叩かれるのね。これを知らなかったら喧嘩とかになる人もいるんじゃないかと思ってさ、いきなり鬼から棒で叩かれたりしたら、びっくりすると思うんだよね。なんだ、お前こんなところでアルバイトしてたのか。いいなぁ。道案内とか適任だし、メイクなしで鬼役もこなせるし、まさに転職じゃん。お前の才能が羨ましいぜ。鬼っていうだけでお金が稼げるなんていいな。いや、どこからどう見てもこれは。松明明これは聞いたことがあるぜ。結構有名じゃない。福島県須賀川市で420年続く火祭りである。ウィキペディアとあるように、歴史ある火祭りね。他にも火祭りは、長野県の道祖神祭り、京都市の鞍馬の火祭り、福岡県の鬼よ、和歌山県の那智の火祭りなんかがあるよ。火祭りとか幻想的な感じがするなぁ。実はこの松明明が始まったとされる話があってさ、わかりやすくするためにシナリオ書いたんだよね。小芝居をまたやるのか。業務は前回同様いい配役だよね。今度のお前の配役は馬だ。はい。戦場を駆け抜ける馬役だろうな。馬好きにはたまらん配役だぞ。何言ってんの、ヨウムはお姫様役とかでしょ。まあ、それはやってみればわかるよ。相変わらずの行き当たりばったりの企画だな。それじゃ行くよ。3、2、1、アクション。須賀川城攻防戦。天文10年、6つの国の戦国大名、伊達春宗の長女、お波姫が誕生。須賀川城主、二階堂照之の嫡男。二階堂森義へと継ぐところから物語は始まります。いい家庭を作るんだぞ。お父様、行ってまいります。ところが天正9年、夫二階堂森義が病死したのです。ユッチカ、あんたが上司となって頑張んなさい。お母様、ユッチカ頑張る。私は出家し、尼になり、名前も大乗院と名乗るから、須賀さん、あとはお願いね。ははあ。ところが息子のユッチカも急死したのです。なんで。急遽お波姫が須賀川城主になり、須賀森秀が実質的な城代として領内を統治することとなったのです。お城のことは須賀さんに任せたからね。ははあ、この須賀森秀、大乗院様をしっかりと支えてまいります。そんな中、天正17年、釣り上げ原の戦いで黒川城の足なしを滅ぼした伊達政宗が
須賀川に侵攻。お波姫の甥である、伊達政宗は、何度も降伏するようにと申し出るが。おばさん、いい加減降伏してくださいよ。おいのくせに生意気ね。伊達川に着きたくない、おかしいな領民たち。10月10日の夜、手に松明を灯して、町の東にある山に集まり、決死の覚悟で城を守ることを決意し、城主の大波姫に進言したのです。大乗院様、我ら、命を懸けて城を守りますので、戦いましょう。伊達政宗がなんぼのもんじゃい。おぉ。わかってますとも、あの生意気な追いに屈するもんですか。こうして、須賀川城攻防戦が始まったのです。ですが、城の中では、佐竹氏との同盟を進める須田森秀派と、伊達氏に、服従したい、小田原行き富士派に分かれていました。結局、須田森秀は戦うって言ってんのか。しょうがないですよ。大乗院様が戦うって言ってんだから、須賀さんも気持ち切り替えたみたいですし。伊達の兵力はどれくらいだ？約7000ほどです。うちは、佐竹氏の応援とかも含めて1200くらいです。あかーん、あかーん、あかーん。それ絶対負けるやつやん。城内でそんなこと言っちゃダメですよ。徳川慶喜とか無血開城やったじゃん。素直に明け渡せば痛い思いをすることもねえのにな。徳川慶喜はまだこの時代、生まれてませんし、その出来事は随分先ですよ。そうなのか。お、これは雪藤殿、もう考えは変わりましたかな。我々にも意地がありますからね。共に頑張りましょうぞ。草、雪藤殿、草、とは、いえ、何でもありません。そうですか。伊達政宗、今に見てろ。うはは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 。あかーん、めっちゃやる気やん。1589年10月、両者は、釈迦堂川を挟んで、大岸に陣を構え、退治していました。あれ、須賀さん、向こう側にいるの、琴原幸富士さんじゃないですか。そんなわけないでしょ。いやいや、あの大将伊達政宗の右横の黄色い髪のやつ。めっちゃ琴原幸富士じゃん。あいつ裏切ったのか。もともとから伊達側に行きたがってましたしね。1200で勝てるわけないやん。しかも相手は伊達政宗ですやん。あかーん、ってならなあかーんって、ね、伊達さん。そして、10月26日、激しい戦いの末、須賀川城は、伊達政宗の手に落ちたのです。無念。どんまいっす。私の甥のくせに生意気だわ。須賀川城の落城後は、この戦いで戦死した多くの人々の霊を弔うための行事として祭りが続けられたということね。今回のキャストにも不満だぞ。なぜ俺が伊達政宗役じゃないんだ。業務もほとんど出てないじゃない。うっさいわねー。内容さえ伝わればいいのよ。うちは NHK じゃないの。その時歴史なんか動かないチャンネルをやってんの。わかる。何逆切れしてんだか。勇壮な松明太鼓が鳴り響く中、長さ10メートル、重さ3トンの大松明など約30本もの本松明に、二階堂家の戦死者のみならず、伊達家の戦死者を含めての鎮魂の思いと、この行事を守り伝えてきた先人への感謝の気持ちを込め火を灯すの。すごいな。これは近くで見たいな。去年はコロナの影響で無観客で、関係者のみで行ったみたいだけどね。そう考えると伝統を継承するって本当に大変なことだよね。バーンツプナハープナハ。これは沖縄の宮古島で行われてるお祭りで、厄払いのお祭りになるよ。全身真っ黒だけど。そう、この全身泥まみれの3体の神様が現れて人々を襲うお祭りなの。なんだそのお祭りは。この泥の匂いがすごい強烈で、一度体に塗られると数日は匂いが取れないらしいわ。新手の嫌がらせかな。嫌がらせじゃないわよ。この泥を塗る行為は悪霊払いや無病息災を祈ってのこと。なので、新築の家や新車にも容赦なく泥が塗られるわけよ。それは嬉しいのか悲しいのかわからなくなりそうだな。日本の重要無形民族文化財にも指定されている地域の大切な伝統行事で、バーンツプナハは、シマンチュにとって、れっきとした神事であるんだよ。なのでこの日は地元住民だろうと、観光客だろうと、警察官だろうと容赦なく泥が塗られるわけよ。小さい子供なんか大泣きよ。このいでたちだもんな。この面も怖いし、トラウマになりそう。子供からすれば恐怖でしかないわ。まあ、親は笑ってるんだけどね。自分たちも通ってきた道だもんね。でもね、最近はこのお祭りのことをよく知らない観光客が泥をつけられて神様に暴行を加えようとしたり、汚されて苦情を言ってくるやからがいたりして地元でも困ったことになってるみたいね。そういうお祭りだって知らないのかな。アトラクションかなんかと勘違いしてんじゃねえのか。なので、開催日時は事前まで教えないことや、神様の周りに SP を配置したりして対処してるらしいわ。神様に SP とは一体。最近多いよね。そういうの。そういうやつのせいでいろんなことが規制されていくんだよな。これ、行きたいって人もいるんだろうけど、日程はわかんないからね。観光客に見せるためのお祭りじゃないので、参加するなら最低限下調べはいると思うのよ。そして敬意を持って参加すること。お祭りはこれが一番大事なことだと思うわ。これって、神様に暴行を加えようとした奴も無病息災なんだろうか。はい。いや、気になるだろ。泥はついたけど、神様には反抗したわけじゃん。でも泥はついてるわけだし。最悪のことばっかり起きてんじゃないの。それはお前の感情や願望だろ。この罰当たり目、的な。そうじゃなくて、俺は事実が知りたいのだよ。知ってどうすんのよ。内容によってはなんか色々と使えそうじゃん。あんた何言ってんの。最低ね。
そういえば日本三大祭りってなんだ？なんだろ、祇園祭りとかは割と有名じゃない？東京の神田祭り、大阪の天神祭り、京都の祇園祭りが日本三大祭りって言われてるね。でも日本三大火祭りとか、三大川祭りとか三大出汁祭りとかで変わってくるから、一概にこれって決めつけなくていいんじゃない？まだまだ業務の知らないお祭りがたくさんあるんだろうな。とりあえず、被災、って言われるやつは完全制覇したいぜ。まあ、私の中の三大祭りは全然違うんだけどね。違うって何か？山崎春のパン祭り、東映漫画祭りとあと一つ、まさかのネタかよ。そう言うけどね、パン祭りは毎年参加してるんだよ。知らねえよ。あと一つって何？昔はこれに花王のヘアケア祭りってのがあったんだけど、2012年あたりで終了したみたい。で、最近、京ペイペイ祭りっていうのをやっててさ、当然参加したわよ。で、私的にはこれを残り一つの祭りに推したいのね。お前、本当にブレないな。霊夢ちゃんのためのお祭りって気がするわ。いろんなクーポンとかあって、見てるだけでも超楽しかったなぁ。見てるだけ？え、クーポン使ってないの？使ったら貯金が減るじゃん。はい。いや、クーポンは使うためにあるんじゃないのか。考え方は旅行のガイドブックと一緒。見てるだけで行った気になるでしょ。クーポンも見てるだけで安く買った気になれるのよ。そうですか。